はい、めげくんです。今日は久しぶりに R ファクター2やっていきたいと思います。 R ファクター2ってね、結構古いゲームで、それが Windows 10、Windows 11ってどんどん上がっていったら、なんかいろいろ不具合が出るようになったんですよね。でもめげくんだけなんですかね、それってね、まあ、なかなかググってもやり方が出てこなくて、で、まあ、その1の不具合、キーボード入力不能問題、これが発生するとね、もう強制終了しか手段がなくなっちゃうんですよね。で、やりすぎるとファイルもしくは最悪 OS を巻き込んでいってしまう。で、これを回避するにはゲーム前に必ず英語入力へ切り替えることが必須だったんですけど、絶対忘れます。もう何回止まったか。で、これをね、解決するのに、まあ、以前の IME を使うように選択すると回避できるそうです。はい。で、問題その2、コマンドプロントがね、 Windows 11にしてからですかね、なんか勝手に開くようになったんですよね。で、これはターミナルをコンソールホストに変更するで解決します。で、他にはね、エンジン保護機能がゲームに実装されたから、車両によってはシフトアップダウンができなくなったと。もう超エンジンが過保護でシフトチェンジ不能で全く遊べない暗黒期が来ました。で、ここはね、最近めっきりやってなかったですけど、アルファクター2もね、他のシミュレーター同様にね、バージョンアップどんどん繰り返してて、見違えるほど綺麗になったんでやりたかったんですよね。で、走行時のね、車内のメーターとか、この後の走行シーン見ていただければわかるんですけども、いや、もうほんとね、液晶っぽい、ちょっと白飛びしてる感じがまさにリアルだなって。リアルじゃないやつってもう真っ黒なんですよね。あとはね、まあ、綺麗になりすぎてリプレイの動画が相当綺麗になってるんですけど、 FPS が4090を使ってもかなりきついです。まあ、走行中はね、マックスでも 50fps いかないくらい、リプレイだと30割り込むこともあります。まあ、マックス設定にしなきゃいいんですけどね、 4K トリプル最高品質だとちょっと4090でも厳しい数値ですね。まあ、今まではね、コクピット視点の弱さが気になってね、挙動はいいけどって、あとはね、ちょっとちっちゃい不具合おりすぎてあんまりやらなかったんですけど、まあね、ようやく改善できたんで、まあ、早速プレイしてみようかなと思います。まあね、挙動は本当レースシミュレーター界でも 1-2 を争うだけにね、本当やれるのは嬉しいですね。まあ、このゲーム唯一の問題といえば、オンライン機能がやっぱりアイレーシングなんかと比べると弱すぎますね。まあ、対人プレイはやっぱりアイレーシング一択ですかね。でもね、このハンドリング特性はいいんじゃないかなと思います。まあ、それでは R ファクター2でスパを5ラップ、ポルシェだらけのレースをやっていきたいと思います。まあ、それでは最後まで、時間のある方はゆっくりご覧ください。それではまた最後にお会いしましょう。
はい、久しぶりの R ファクター2でしたが満喫しました。やっぱりね、選択の幅が広がるってのはいい感じですよね。まあ、今後もね、引き続き R ファクター2も選択に加えてやっていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。